ちは僕くんゲームでございます。ウィリアプレイ2019やっていきましょう。さあ今回はですね、昨日の FP ガチャバルセロナクラブセレクションから登場したこちらの FP スワレスレベルマックス使っていきたいと思います。センターフォワード総合値96ということで、過去にもね何回か登場したんですけど、今回のスワレスねかなり強いんじゃないかなと。はい、能力の部分ですね、細かく見ていきたいと思います。ボールコントロールとドリブル力、ここがね上がってます。なので、フェイントだったりね、ボール運んだりするとか非常にやりやすくなってる。その代わりね、オフェンスセンスがね、このスワレス、FP スワレスの99だったりはするんですけど、今回97とね。でも個人的にやっぱドリブルの部分だったり、フェイントの精度とか上がってるのはでかいね。決定力がね、他の FP スワレスと同様99ですね。だこれでかいよね、本当に。決定力99でマジでシュート入るんでね。で、案の定カーブも高いですし、キック力があるから、やっぱミドルシュートとかもね、ガンガン狙っていきたいですよね。で、フィジコン90。して、スタミナも86あるんでね、試合終盤まで走れますし、逆足ヒント精度33。どちらでも蹴れて、コン1、6。はい、そしてスキルなんですけど、FPCR にね、普通ではついていないものがついています。そう、ルーレット。いや、スキル、ルーレットをついたのはでかいですね。そう、これはFP スタイルスがついてるときはね、スキル追加のアイテムでつけました。そして他はいつも通りのスキルかな。やっぱシュートに関してね、コントロールカーブ、アクロバティックシュート、そしてワンタッチシュート、アウトスピンキックだったりね、この辺でバリエーションがあるんで、パスは強いと思いますね。今回ですね、こちらの FP スタイルスを使ってですね、得点ガンガン奪ってね、取っていきたいと思います。ということで行きましょう、レディゴー。よし、ということで FP スタイルスレベマー使っていきましょう、バルサークラブセレクション。おいしょー、絶好調だっす。メッシも絶好調。そして、中盤これゴロビン行こうかな。あとは左ムバッペ絶好調なんで行って、アスピリクエータ左行きましょうかね。 OK、 これで行こう。さあ、お相手クロップ監督同じで、強そうですね。よろしくお願いします。ちょっとメンバーがね、ざっくりでしか見れなかったんでね、強そうですね、しか言えなかったんですけど、試合の流れの中でね、相手のメンバーを見ていて、ただ、スアレス、ストライカー、鬼強なんでね、おそらくゴール前でいったら一番相手からしたら嫌なんじゃないかな。あとはルーレット覚えてるんでね、いや、無理か。ストレイラ。だこれこれこれがルイス・スアレス、ゴラッソのお祭りマンなんでね、スアレスってほんとそれっていうの入るからね、それ決めちゃうみたいな。いや、これは大丈夫でしょう。ムバッペは注意していきたい。お相手もクロップなんでね、イエラが切ってくると、うわーマジかマジか、やべえこれ裏でしょ、すね、おいおいおい、逆にやばいやつ、キーパーがいない、キーパーがいないキーパーがいねえ。これスアレスルーレットチャンス。 OK、 軸足当てから、軸足当てから、ボールコントロールとかも高くなってるから、その辺も強いよね。いやー、ということでこれ、切断ですかね。はい、ということで、お相手が切断で勝ちですね。スアレスはね、得点を奪う部分というね、もう怪物ですね。で、前半の方で終わってしまったのでね、もう1試合やっていきたいと思います。スアレス、ガンガン行こう。さあ、2試合目、FP スアレス、行きましょう。怪物、シュート !OK! 調子普通。さすがに2試合連続絶好調はなかったが、トレイラー変えようかな、ビエラ行こう、足が長いからね、刈り取っていきますよ。そしてファンダイグのとこマノラース、でこのアザール好調なんで左アザールまんまで、あとはいいかな。さあ、お相手、おー、メッシいますね。バルセロナクラブセレクション出たばかり。そしてグエンドゥジにラッシュフォードで、レーブ監督よろしくお願いします。右スターリングかな、とこまではギリギリ見えたけど、ディフェンスラインとかちょっと把握できてないんでね、試合の中で確認していきたいと思います。さあ、中盤サウールね、来たよ。無理、目標はハットトリックですね。ハットトリック、
おいしょよーく。おいしょよーく。おいしょゴラッソ来た。不意打ち、不意打ち来た。いや今の多分キーパー多分油断してたはずですよ。ちょっとマドラスがね高い位置でボール奪ってくれたんでね、いい感じに行ってからのエグすぎだろあれ。さすがスアレス。さあドリブル力も上がってるんでね、いけ。いやさすがに止めるか。まあでもやっぱシュートいいっすね、なんかパワーがあるね。前半は 1-0 でもいいかな、まあ、焦らずにね。いやこれあんまり突っ込みすぎてやられるで、ラッシュボール。はい、サンキューラビオ、ラビオサンキュー。よし気合だ気合。うわおわい、気合だ気合。うわお相手も今回ゴラッソ来た。お相手のこれロイスかな。あー今回がこれ何、この今回対決ゴラッソ今回対決になってるぞ。まあ守備がねお相手うまいんでね、どうかいくぐっていくか、後半ちょっと頑張っていかなきゃなと。絶対でも決めれるからもう1点。守備が硬いのは事実ですね。サイドから行こう。ハザールでこうやって、硬え、マジで硬い。あそこちょっとスアレスの動き出しとか持ってみなきゃな、足元ばかりだときつそう。レーム監督なんでね、結構ビルドアップのところもねきっちりやってきますね。サンキュー。いやいいとこ入れた。いやライバー、ストレス決めよう。さすが、さすがだ、一瞬の隙を逃さなかったね、スアレス。これやっぱ FPS 強いわ。今もねやっぱり、ギリギリな局面でしたけど、しっかりねラインをブレイクしてた。さあ、おいやー惜しい、今回でもよかった。あれちょっと迷ったな、焦らず行こう。いやめっちゃいい動きしてる。ないわ、よっしゃ来た、オッケー。いや今動き出しめっちゃ良かったわ。アザール、あそこのスペース空いてましたね。さあここうまいが、ビエラ戻します。切り返すと思う。いやきつい、マジか。うわうまい、うめえ、この駆け引きだな、実に面白い、実に面白い。ガリレオ系のね、でで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 、この抜け出しがある。クアレーノの腕が伸びる、腕が伸びますね。ラビオ、ラビオ使う理由これだよね。よし、いや、お、いや惜しい。スアレスだ、クリバリを謎のパワーで飛ばしましたね。あのタイミングで今回打ってもよかったが、当たりを入れてくるかな。アセンシオ来た、アセンシオあかん。これクリバリやって落とそうかな、後ろに反らそうかな。そこにダンク
そこにダンク、ビエラダンク来た。スワレスにあのパス出す系の予定だったんですけどね、まさかのビエラがね乱入しましたね、あそこ。いや、えぐいな、さすがだな、ほんとビエラやばいと思う、マジで。ディフェンス能力もそうっすけど、ちょっと待って、何それ入るけど、ちょっと待って、何それ入る、マジか。クリバリが競り負けだ、クリバリだった。ラッシュフォードが勝ったように見えたが、今おいしょ、いやー化け物すぎる、おいしょ、いやー化け物すぎる。これはやばい、そのシュートモーションというか、なんか引きながらは初めて見たぞ。なんかあれなんだ、点の取り合いがすごい。いやー動きんだよな、ラッシュフォード。大丈夫、 OK。 いやこれは勝ったでしょう、ゴラスト対決を制しましたね。よっしゃ、 OK。 いやいや楽しかったね、なんかいろんなすごいシュートが出ましたね。いやこの試合なかなか熱かったよ。まずはこれですね、スアレス、ここからねここからレイノの意表をつきました。まあ、ワンチャン入るかなってレベルでね打ったんですけどね。これマドナス肩でかかったな。それにしてもこっから伸びますよ、これグイーンって伸びてね、バナナシュート。ただあ、これアスピリクエタの効果か、ロイスじゃなかったロイスじゃなかったぞこれ。うわこれドンナルンマもね反応できないと。ただ、ここねスアレスが一瞬の、ここいやラインブレーカーですね。ほんと現実のスアレスもね、ああいうところギリギリの局面で狭いスペース狙ってますからね。でこれナビゲーだからね、アザール、これはもうよかった、意思の疎通がね、アイコンタクトバッチグーよって感じでバッチリバッチリで、これはもう本当に理想体というかウィングストライカーの形ですね。でああこれうまかったな、アロイスのそのパスからメッシのね、まあ、トーキックインステップあたりで突き出す感じのね、ただその後にビエラのダンクシュートがね、相手のディフェンス寄せてる、ラモスかな寄せてるけど、ビエラそこ弾き飛ばしましたね、全員高い打点がもうバスケットボールプレイヤーばりの高さ。まあ、結論から言うとね、もうスアレスやばいFP スアレス CF トップレベルですね、もう最強クラスなんじゃないか、もう決定力も含めて、まあ、今回シュートパターンがいろいろありますからね。ということで皆さん、また会いましょう、さよなら、ベベイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピープル。